全国都道府県大抗女子駅伝、2024年1月14日、竹菱スタジアム京都発着の9区間42、195キロ、岡山のドルーリーシュエリ、津山幸一年、和2区を走り、8人抜きで12分47秒の区間5位だった。自身を含めて同区間を走った高校生20人の中では最速、憧れの存在であり、 ずっと目標にしてきた選手、と語る兵庫の田中望美、ニューバランス、とも同じ区間を走った。27位から19位まで順位を上げたものの、レース後の代表取材では、もっといい順位で次の区間にタスキを渡したかったけど、そういう走りをできなかったのは悔しい、と反省を口にした。中盤でタイムが落ちてしまった。 どんな状況でも最大限の力を発揮するのが大事、と続けた。鶴山中3年として臨んだ前回大会で3区の区間新記録、9分2秒、を出し、17人抜きという階層で話題を呼んだ。今大会、1年前ほどのインパクトは残せなかったが、一般区間で社会人の選手らと走り堂々と渡り合った。 レース後には、憧れの存在である田中望未らと話す機会もあった。トップ選手は自分の走りだけじゃなく、気配りだったり、他の選手のことも考えていた。自分も見習いたい。今年は、私もそういった選手と走る機会が増えるように頑張れたら良いし、実業団の選手と走れるようなレベルになれるよう頑張りたい。 高校に入っても成長を続ける16歳。鳥への思いを問われた際には、憧れの大会、と語り、目指したいかを問われると、はい、とうなずいた。棚からに刺激を受け、より高みを見据えた。